今日はあのうちのメンバーが先生のところのお弟子さんの道着まで貸していただいて、はい、ありがとうございます、ドミニクとはどの辺まで進んだのか、まあ、かなり深く付き合い深くなってるっていう話ですよね、はいはい、まあ、今ちょっと伺った話ですけど、こうツボをちょっと前ですけど押さえるだけで強くなったり、そうですね、直接ではないですけどね、はい、間接的には体力が向上するということで、うん、体中に精気がみなぎってくるということで当然強くなってきますね。子供たちも見てるのはちょっと強くなるツボをちょっと教えてもらえますかね。そうですね、やっぱりもう体中に精気がみなぎるということで、うん、やっぱりこう体の中心の、はい、通り、ちょっとこっち向けますかね、体の中心、はいはい、あとはもうやっぱりお子さんなんかはやっぱり最近の子はテレビゲームなどして頭疲れたりして、テレビゲームなどして、うん、いろいろこう、うん、こういったところ、今このちょうどこの通りですね、うん、このツボのある通り、押せばいいんですか、こういうところ、はい、はい、これテレビゲームに使える、気持ちいいですよ、これなんかもうすっきりしてきますよ、すっきりです、はい、じゃあこう皆さんにですね、早速ですけどもね、先生 VS 今日は何人ぐらいで戦ってみせて、そうですね、今日はこのいるメンバー全員をやってみたいと思います、はい、4人、はい、4人すごい、ね、じゃあ早速ですけどね、しっかり見るように、はい、ね、安武神の畳でちょっとずれちゃいましたけどね、本当だわ、すごい、これはなんていうのは合気道、合気道です、はい、おかしか倒しちゃったりしてましたよね、あ、すごいですね、他に何かこの合気道でなんかこう基本みたいなのはね、形をなんかボカンってやられるのやりたくないから、うん、形とか、あ、なるほど、かっこいいところを一つ、はい、先生なんかとっても爽快な顔してる、そうなの、ね、うん、涼しげっていうの、さっぱりしてるの顔がね、スカッとしてますね先生の顔ね、うん、これやっぱし昔からスカッとなさったでしょ、いや、そういうわけじゃないですか、合気道をやり始めてから随分良くなりましたですね、子供の頃は私はもうひ弱で、もやしと言われてました、あ、もやし、もうクラスに一人はいるもやし、そうです、そうです、その典型でしたね、もやし、あただ大胆なやつだな、じゃあちょっともやしの見本を見せてください、冗談ですか、それじゃあ基本の型を、はい、お願いします、わかりました、じゃあそれではですね、まず僕一般的に前から殴りかかってきたというような想定でやってみたいと思います、はい、こう受けつつですね、両手で受けつつ左手で相手のこう手首をしっかり掴んでますね、そして右手で下から相手のこの拳を手首を中心に小さく小さくひねってきますね、この横でどん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 こうひねっていくと、この関節が痛いものを使われたところですね、で相手の横に回って肘関節とこの手首を同時にこう決めるという形になります、基本の方、誰かやって教わる、うん、ね、うん、基本の方を、じゃあちょっと、うん、はい、じゃあ基本の方、基本の方を、基本の方を、じゃあな、基本の方、やられる方、やられる方です、うん、じゃあ僕がついていって、はい、じゃあね、まず、はい、じゃあ相手の顔面狙ってきて右手でこうついてくる、心得ありますけど、はい、じゃあ気合入れていきます、はい、面白い、どうもありがとうございました、あの、うん、これ80万ですから気にしないでください、じゃあ後でクレジットじゃあこれいいね、しょうがないね、はい、じゃあ大瀬さんに返しましょう、大瀬さんあれ落としてまた怒られたりするいろいろ複雑になってる、さあさて次は次は、うん、そう、私ね、こうやっぱり何て言うんですか、エレガントでございましょう、よく痴漢しちゃうんですのよ、ございましょうってことはないのね、はい、それでなんかこう痴漢撃退法みたいなものがあったら、うん、ぜひ習得したいと思うんですが、ね、はい、わかりました、うん、じゃあやってみましょう、はい、はい、じゃあこれ痴漢のやつです、あ、これ女性の方、これ映画やってもらったけどな、これはな、嬉しい、よだれよだれよだれえ何してんの今何があったんでしょう、今首ですか、ですか、今なんか一瞬のうちにやられてしまう、もう一度よく分かんないからな、ちょっと思い切って目指すは胸に
今振りを。よいしょ。あちゃんとちゃんとやってもらいなさい。はい、これちゃんとやってもらいなさい。え、何やってんの、なんか嬉しそうだな。今45番攻めてきましたよ。45番、45番ね。すいません、どうしてもなんかお願いしたいらしいんで、すいませんけど相手してやってくれますか。そうですか、入ってみよう。いや、私ですか。じゃあ私は、じゃあや一応そこを目指して。本当に触ってもいいんですか。嫌って何。嫌って嫌じゃない、ちゃんとしろ。本当に触っても、え、触る気持ちで。はい、どうぞ。もうちょっと胸プッて出してもらいました。触りやすいように。うんって、うん、やすけべ。じゃあ行かせてください。何やってんの。なんか手につかみかかってきますね、これ。痛い、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 なんだよ、懲りないやつだな。諦め悪いんだよ。ありがとうございました。全然触れなかった。じゃあ最後、一花、ちょっとね、キャサリン、あのキャサリン、キャサリン何やるの。キャサリン何かこう、あの時間にこう、そうですね、じゃあこう、ツボをこう、もう相手が大きな人でね、うん、もうこんな手なんかも、うん、女性の場合手の大きさ違っても、うん、できませんね、うん、そんな時にこう、ツボを利用してやるという形で、はい、ちょっと見本見せてもらいます。はい、じゃあ山田さん、はい。まあ、例えばもう女性と男性では明らかに力違いますからね、相手においとかもこんな形されちゃったら普通女性の場合動けなくなっちゃいますよね。ちょっとそんな感じで、はい、お願いします。そしたらもうこう相手がうんと力あると、手も大きさも違う、全然動かなくなった、はい、そんな場合はこう、ここにこう急所がありますからね、二筋大体この辺どこしても痛いんですけどね、お急所はここです、このスポットがある、そこへこう親指をこう曲げてね、あ、痛い、痛い、痛い。で、今これ痛いんですけど、それを上から下にこう落としてます。じゃあ先生、ちょっとやられる方やってもらいます。あ、はい、わかりました。はい。はい。あ、はい。やる。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。それはずるいと思う。手が届かない。手が届かないんですよ。あ、まずかったですか。はい。じゃあ、はい。こういう場合、説明してませんでしたね。全然聞いてません。はい。じゃあ、それ一つ教えましょう。相手、リーチが長いです。相手のリーチが長い。こうできませんね、はい、そしたらね、手を思いっきり開いて、これ上からね、一気にバーンとこのところ痛いですから、それ落とす、そう、そう、思いっきり力入れて、そうそうそう、あえてこうなりますね、その瞬間、はい、やる。あ、そうか、そうそうそう、どこでしたっけ。そんなことやってる余裕ないだろ、お前と。どん、いや、どうする、えそう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 、あ、いや、まず寝れないにかぶさってしまいそうになってしまう。お前何照れてんだよ。何照れてんだよ、お前は。さ、最後にそれじゃあですね、今の小学生、小学生 VS 福田、ぜひ真剣に、はい、あ、痛い、これ決まってるんですか、どっかどっか決まってるの、これ。え、あ、決まってるんだ、あ、やられてるんだ、福田が。47番。うまいですね、さすが、はい、どうもありがとうございます。すごい、今の技初めて見たんですね。今こそっと後ろで言ってました。お前も技にない技をかけてどうする。ない技をかけてどうするんだ。誰も後ろのやつがこんな技見たことねえってことで全員で言ってたじゃないか、ね、そういう時もある。相手めちゃくちゃな攻め方だ。いや、そういう中でもうちょっと心得のある37番攻めてきてますからね。うちの心得のある方、はい、鍋さん任せてよ。鍋さん、こちら、はい、ちょっと鍋を思いっきり、はい、あ、全然分かんない。え、でもなんかやっぱもうくるーんと回って、そう、え、でも緊張感があったね、やっぱしね。そうそうそう、そう、こう今のがね、ね、今のはなかなかいいよ。福田、ああいうのは見たかったんだ。今のですね。ああいうのは見たかったんだ。言ってみるかな、今みたいな。今のですね。はい、今の方、もう一度。ごめん、なかなか。はい、始め。はい、よし。
お前ショッカーかお前は。早く時間ないんだからさ。血がついてどうするの。